皆さんこんにちは。なるほど遺跡塾の専属ナビゲーター、群馬県埋蔵文化財調査事業団の桜岡正信です。早速なるほど遺跡塾の第4回目をお届けしたいと思います。今回は夏休みスペシャルとして、現在渋川市北吉町の発掘情報館で開催されている遺跡の発掘、金井東浦遺跡のすべてという展示についてご紹介をしたいと思います。そこで今回ゲストとして、金井東浦遺跡の調査から整理、それから今回ご紹介する、展示の方を主体的に進めてまいりました、群馬県埋蔵文化財調査事業団上席調査研究員の、杉山秀弘さんをお迎えして、いろいろ話を伺っていきたいと思っています。杉山さん、こんにちは。こんにちは。今日は偶然にも杉山さんはこの資料展示室の担当ということですけれども、見学の皆さんもいらっしゃいますけれども、少し時間を取っていただいて、展示についていろいろお話を伺いたいと思っています。お願いします。群馬県埋蔵文化財調査事業団はこの7月で40周年を迎えます。これまで、1978年の7月に、公共開発関連の調査と、それから研究、それから埋蔵文化財の大切さを多くの方々に理解していただくことを目的に、財団法人として設立され、ちょうど40周年を迎えることになりました。今回お届けする展示はその40周年を記念した展示になります。では早速展示について伺いたいと思います。で、展示を見てですね、まず気がつくところは、タイトルにですね、奇跡という言葉と、それからすべてという言葉が入っているわけですけれども、これは全体としてどういった意味合いでつけたものなんでしょうか。それまず説明をしていただきたいと思います。奇跡の発掘ということなんですけれども、普通の発掘ではなかなか出ないようなものがこの調査で分かったということで、奇跡の発掘ということを名付けました。で、特に一番大きな奇跡は、鎧を着たままですね、当時のリーダーと思われるような人が火砕流に埋もれて出てきたということですね。普通こういうことはありえなくてですね、大抵こういったリーダーの人はお墓の古墳の中から葬られて出てくるような形なんですけど、当時の生きた状況で鎧を着たまま、それが火砕流にあって亡くなって出てきた、そういった状況っていうのが非常に奇跡的な調査ということで、そういった意味で奇跡というふうに名付けました。そうですね、よく分かります。じゃあもう一つ、すべてですね、これは、金井東浦遺跡のすべてということですから、遺跡が全部分かるのかなということだと思うんですが、そこ少し詳しくお話しいただけますか。実は整理を6年間続けてきたんですけれども、今までは整理途中でありまして、なかなかいろんなものを皆さん一般の方々で見ていただきたかったんですけども、ほんのごく一部だけ小出しにするような形でご覧になっていただいたわけです。で、今回ほぼ整理が終了しましたので、今回こそ全てのものをですね出して、そしてその中でもえりすぐりのものを選んでですね、皆さんも見ていただくということで、全てという形でネーミングさせていただきました。分かりました。じゃあ早速ですね、展示の方の解説をしていただくんですけれども、ざっと見てみるとですね、金井東遺跡のことで、生活であるとか、それから、生産ですね、それから祭祀であるとか、こういろんなものが展示されていると思うんですね。で、これの中で、杉山さんがこれはというようなものをですね、2つか3つです、選んで特に詳しくお話をいただきたいんですが、お願いします。この遺跡では人骨が4体出ました。で、そのうちの1体、2号人骨は赤ちゃんの頭蓋骨の破片で、ちょっとここには展示していないんですけども、それ以外の3体は今回初めて全て展示させていただきました。で、向かってこちら右側ですかね、この人骨が鎧を着た古墳人の1号人骨です。40歳代の男性ですね。で、こちら頭蓋骨の、頭部の方はちょっとその下にあった兜を覆いかぶせるにしてあったんで、少し傷んだような状況になってますけども、非常に残りはいいですね。はい、で、あばら骨さえ残ってるという状況です。で、こちらがちょっと離れたところに5歳の人骨です。で、性別は分からないんですね。で、5歳だってなぜ分かるのかというと、ここに歯のところを見ていただくといいんですけども、
永久歯と乳歯が一緒になってあるんですね。こういった例が人骨で出てくるってなかなか珍しいみたいで、人類学をやられてる方も非常に感動していました。まあ、これで5歳だということも、これから三合人骨、首飾りの古墳人、30代の女性ですね。ただこれご覧のように非常に身長が小さくてですね、148センチほどなんです。ですから初めはどうも子供じゃないかというふうに調査を担当された九州大学の方々に言われていたんですけども、ね、調査進めるうちに歯にカスが溜まっているとか、歯垢が残っているとか、あと、まあ、骨盤に妊娠の痕跡があるのか、まあ、30代の女性だということになりました。で、面白いのがですね、この鎧を着た古墳人もそうなんですけども、首飾りの古墳人もその筋肉を使った痕跡がですね、ある程度残っていると思うんですね。で、例えば首飾りの古墳人ですと、首飾りをしているんですが、ある程度上のクラスの女性なのかなってイメージだったんですけど、どうも肉体労働に従事していたってことが、その筋肉を使うことによって骨に残った痕跡で分かったんですね。そんなことも。それから鎧を着た古墳人の方も、乗馬をした痕跡ですね。この大腿骨、その付近にその非常に筋肉を使った痕跡が残る。それから左腕の筋肉が非常についていて、もしかしたら弓を左利きでしていたのかどうか、そんなことがその筋肉のストレスマーカーというんですけども、その痕跡によって分かってきた。これも非常に新しいですね。ちなみにあれですか、首飾りの古墳群はどんな首飾りをしていたんですか。管玉とガラス玉ですね。管玉って石でできた、ちょっと長円形状っていうんですか、その玉で、それが12個とあとガラス玉の組み合わせで。ありがとうございました。あともう一つは、ストロンチウム同位体非分析といって、ストロンチウムという元素が岩石の中に多く含まれているんですけれども、地域によってその同位体の比率が違うんです。ですから群馬生まれであれば群馬なりのですね、成分が出るはずなんですけども、そういったものが、水を飲んだりその食べたりするとですね、歯に蓄積されるんですね。そのデータが、そのデータをこれ調べていくと、この鎧を着た古墳人も三合人骨もともに群馬までではない、幼少の頃はもっと西の方にいたということが実は分かったんですね。はい、非常に重要なことで、小さい頃は西の方に行って、そしてある年齢になって群馬の方に移り住んだ人たちだったということも分かりました。はい、さらに面白いのはこの5歳児の方はやはり歯の分析をすると、もともと群馬の生まれだということが分かったんですね。はい、そういったその出生地というか、そういったことの情報もこの人骨の分析から分かる。そんなこと、大人2人と子供は違うところで生まれ育ったっていう、そういうことですね。もう一つ見どころは生産ですね。いろんな生産活動をこの村ではやっていたってことが分かってきました。普通の伝統的な農耕集落では、農作物の育成が中心なんですけれども、ここではもちろんそれもやっていますが、それ以外に馬の飼育、鉄器の製作、六角器の製作、赤玉製作といったいろんな生産活動をやっていたということが分かっています。はい、馬の飼育なんですけども、馬については馬の蹄跡が900個近く出ていますし、はい、馬の歯が出ている、はい、それから剣尾子型魚用という馬の飾り馬の、馬のお尻につける飾りなんですけど、飾りバグなんですね。そういったものが出ていることによって、この村で馬を飼って、あるいは育てていたということが分かっています。しかもさらにその剣尾子型魚用は普通の農民が乗るようなものではなくて、かなり上のクラスの人にしか乗ることができないような馬につける飾りバグなので、上位階層の人がこの村に住んでいたということも合わせて分かる。次に鉄器の製作なんですが、当時鉄はですね、日本人は作れなかったんですね。その鉄を朝鮮半島の方から輸入して、でその素材から鉄器を作っていました。でその素材がですね、たくさん50個ほどこの村から出てるんですね。これも非常になかなか稀なことなんですね。でそういったことからすれば、鉄器を作っていたんだろうなということは想定していたんですが、実は南側の金井下神宮というのは実際に鉄器を作っていた鍛冶の工房が出てきました。3軒出てきたんです。そのことによって
この村でそういった定期政策をしていたということが分かってきました。次は国家機能政策。これ非常に重要なことで、今まで日本の国内で緑化機を明確に作ったと分かるような古墳時代の遺跡ってあんまりないんですね。その中でここでは90点ものこの四角の、まあ、六角で作った道具が出てきました。この数も日本で最多に近い数かなと思います、まあ、これだけのものが出てるんで当然この地で六角形を作っていたのかなというのは想定していたんですけども、これもまた新たな事実が分かってですね、その証明がされたというのがというのはこの南の金井下神殿遺跡ですね、はい、切断され集積された六角、要するに素材としての六角が加工してその後の残りかすみたいな形でそれが数十本出てきたんですけど、まあ、当然それはやっぱり六角形を加工したんじゃないかなというふうに考えられましてですね、そういった意味でもこの村がこういった六角形政策の中心的な拠点としてあったんじゃないかなというふうに考えています、まあ、非常に特徴的な赤玉と呼ばれる、まあ、重さが、まあ、300-400g で径が7センチぐらいの玉がですね120個ぐらい一箇所から出てきたんですね、まあ、家の建物の中だったので、まあ、雨を防ぐそういった意味でその国内から出たと思うんですけど、でこれ何かなっていうのはよくいろんな方が聞かれるんですけど、基本的には赤色顔料ですね、ベンガラと呼ばれる赤色顔料の素材というふうに考えています。で今までベンガラというのは鉄鉱石のような、まあ、鉱物系のベンガラと、あと鉄バクテリアという鉄細菌が作る生物系のベンガラの2種類が分かっていたんですけども、今回のこの赤玉のベンガラというのは第3のベンガラという形で赤土ですね、なんかその赤みのついた酸化鉄分の強い土を骨を取って作ったようなものだというふうに、まあ、これは九州プロダクツカと志賀さんということの分析で分かってきたと思うんですけど、ね、実はそれは群馬の他の地域なんですね、同じような時期で群馬県内の他のベンガラを調べてもみんな同じような成分が出てきたということは、群馬県内ではベンガラについては鉱物系のベンガラでも生物系のベンガラでもない、こういった、まあ、赤土を、まあ、素材とするようなベンガラを中心に使っていた可能性が高いという、非常に新しい事実が分かってきました。その赤玉を、まあ、作ってですねまとめて作った集団として金井東浦村っていうのがあった可能性が高いかなと今のところ考えています。でそのベンガラっていうのはそもそも何に使うものですか。人物埴輪なんか見ていただくと、その顔肉の赤く塗ったりしてる、要するにフェイスペインティングとか、はい、そういったものよく出てきます。あるいはお墓の壁とかですね、側石に塗りたくってですね、はい、まあ、赤というのは生命の色で豊穣の色とも言われてますので非常にまあ重要な色なんですけど、それをお墓に使ったり、あるいは自分の体に塗ったりする素材ですね、そういったものに使うもので非常によく使われましたので、はい、その材料ということになります。分かりました。もう一つ見どころとしてはこのお祭りの、まあ、遺構ですね、いくつかあるんですけども、その中で最大の規模を持つのがこの三号祭祀遺構という遺構で、まあ、900個の土器が出てきました。展示しているのはそのうちの1割ぐらいで、はい、大した量じゃないですけど、本来はもっと多くですね、土器が使われていました。でこの土器はあそこの真ん中に灰色の大きな亀があるんですけども、これが水器と呼ばれる釜で焼いた当時最新の技術の土器なんですけど、それが中心に置いてそれを起点にこうやってこの字型に開くような形で据え置いています。でその内側にお祭りのものを埋めるような空間があったんですけど、実はその中に鉄球180点とかガラス玉を200点とか送信具が80点とか薄玉を1万点ほどですね、大体長径2メーター短径1メーターぐらいの中にですね、みんな埋めて、そして土でかぶせていく。でそれが終わった後に最後にここに今見えるですね小型のお皿を中心とするような土器が700個ほどですね積み上げてるんですね。その積み上げの様子はそこの写真にもちょっと出てるんですけども、10段から20段ぐらい積み上げてましたですね、まあ、なんていうかあんまり規格性がなくどんどん積み上げて、まあ、ちょっと片付けるような感じで積み上げなんですけども、そういったものをして、まあ、お祭りで、まあ、直らいみたいな儀式があって、
飲んだり食べたりしたその食器をですね、そのままこの片付けてやっていくのかなと、そういった様子を示したもの。で、この後すぐ直後にですね、これが終わった直後に火山が爆発して火山灰が降ってですね、そして火砕流が来て埋まってしまうんですね。ですから火山の爆発直前までこのお祭りの行為をやっていた、まあ、それを何をやってたのかってまたいろいろ考えるところなんですけども、まあそれをまあ追求というか考えているところなんですけど、非常に興味深い、あの国内でも有数のお祭りの一個になるかと思います。杉山さん、ありがとうございました。なるほど遺跡塾の第4回は、群馬県埋蔵文化財調査事業団上席調査研究員の杉山秀博さんをお招きして、奇跡の発掘、金井東浦遺跡のすべてについてお話を伺いました。この展示は渋川市北吉町の発掘情報館2階の資料展示室を会場に9月30日まで土曜日と、それから祝日を除いて、午前9時から午後5時までご覧になることができます。ぜひ一度お出かけください。ナビゲーターは群馬県埋蔵文化財調査事業団桜岡正信でした。それではまた。